皆さんこんにちは。楽器フェア2日目楽しんでいらっしゃいますでしょうか。 ATV の配信枠へようこそ。 ATV アーティストのドラマー金子夏希です。よろしくお願いします。あ、チャット欄もご活用いただきありがとうございます。今日はですね、こちらの EXS シリーズを、EXS シリーズの魅力をたくさん皆さんにお伝えできたらなと思います。短い時間になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では ATV といえば、ドラムセットの形をしたリアルな、ね、形、ルックスとアサンドが魅力の A ドラムスが、有名なんですが、こちらのね EXS シリーズはコンパクトで、さらにリーズナブルでありながら A ドラムスで培ったノウハウを集結した電子ドラムになります。A ドラムスがそうですね、レコーディングとかあとライブなど実践向きだとしたら、 EX シリーズは練習に特化した機能がたくさんありまして、お家での練習にとても、練習をとてもお助けする機能がたくさんあります。 EXS シリーズはいくつか機種がねあるんですが、今日はこちらの EXS5 を使いながら魅力を検証していきたいと思います。あ、皆さんチャット欄でこんにちは、ありがとうございます。何かね、わからないことなどありましたらチャット欄の方でもねご質問いただければと思います。はい、では順番に、ご紹介していきたいと思います。まず一つ目、ジリーン、こちらの、サウンドですね。一番気になるところだと思うんですけども、サウンドは AD5 の遺伝子を受け継いだハイレゾサウンドとなっております。なので生ドラムのようなねアコースティックサウンドになってますね。ちょっと叩いてみます。ありがとうございます。すごいリアルじゃないですか。すごい、ATV さんはレコーディングの仕方もすごいこだわって撮っているので、このような、本物に近いサウンドとなっております。それでは2つ目、ででーん、ありがとうございます。2つ目はこのヘッドですね。ヘッドがメッシュヘッドとなっております。太鼓の部分が全部メッシュヘッドになっていて、そしてまたすごい技術が盛り込まれているんですね。 A ドラムと同じ3点センサーですねが内蔵されております。これどういうことかっていうと、他社さんの電子ドラムだとセンサーが真ん中に一つだけあるんですね。そうするとドラマはやっぱり真ん中を狙って叩くので真ん中に当たるんですけども、音が大きく出すぎてしまうんですね。意図しない大きな音が出てしまう。しかしそれを3点に分けることによって、ダイナミックスレンジも広くなりますし、真ん中を打っても大きすぎる音が出ることを防いでおります。じゃあちょっと小さい音から大きい音まで叩いてみたいと思います。いかがでしょうか。こう音量差を表現できると、例えば歌物の曲を練習してる時とかもちゃんと表情をつけて練習することができるので、すごいこれも、私の ATV ドラムの好きなところになります。はい、では、3つ目ごめんなさい、間違えちゃった。シンバルパッドですね。次はシンバルのパッドに行きたいと思います。シンバルパッドは見えるかな、360度
ちらもありがとうございます。360度センサーがついていて、どこを叩いても音を鳴らすことができます。ライドだったらもちろんカップもね音が出ます。あ、そうだ、あとシンバルチョークですね。これも止める奏法があるんですけど、これもなんと360度どこでも止められちゃいます。だからライブでタカタンバーンって止めるときとかもね便利です。で、また独自の技術で、自然に揺れるようになってるんですね。 ATV さんのこんな感じなので、とても叩いてて違和感がなくてストレスフリーになってます。私他のメーカーさんのドラムセット、2台ぐらいに使ってた時期があるんですけども、そうですね、シンバル叩くときがすごい一番ストレスがあって、分厚かったり硬くて手首を痛めてしまったりだとか、あとセンサーが決まった部分にしか入ってなくて回らないように固定されていたりして、とてもシンバル叩くのストレスだったんですけども、こちらのドラムでは自然に揺れて、素材もシリコンなのでちょっとね柔らかめになっております。はい、それでは4つ目、ででん、さっきねシンバルのお話ししたんですけど、次はハイハットになります。ハイハットが、上下分割タイプですね。上と下に分かれておりまして、さらに光センサーを使った細やかな演奏が可能となっております。ちょっと叩いてみますね。いかがだったでしょうか。強弱はもちろんなんですが、フットスプラッシュ奏法、足で踏んで開いて音を出す、オープンの音を出す、こういう奏法もちゃんと表現することができますし、オープン具合も本当に繊細なオープン、そしてクローズを表現することができます。ハイハットも電子ドラムで、お悩みがね多いかと思うんですけど、私も ATV のドラム使う前はハイハットだけ、本物の、ハイハットシンバルとスタンドを設置して練習していたんですが、今は、こちらのね ATV の、ハイハットシンバルねそのまま使って練習しております。はい、これらが A ドラムスのいいところを受け継いだ EXS シリーズの良いところになります。では次に EX シリーズにしかない機能をご紹介したいと思います。ででん、1つ目、ありがとうございます。先ほど EXS シリーズは練習に特化しておりますってお伝えしたんですが、なんとメトロノーム機能がついています。てってー、ありがとうございます。メトロノーム機能ね、実はA ドラムスにはついていないんですが、こちらの EXS シリーズにはついてまして、これの電子音になるんですが、ピッ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 鳴らしながら練習することができます。そしてメトロノームだけじゃなくて、ビジュアライザーっていうのがありまして、こちらの液晶画面がついているんですけども、液晶画面に、メトロノームを鳴らすと、そのテンポの棒が出てくる、流れてくるんですね。ピッ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 で、それを目安にして叩いてみて、テンポとのタイミングのズレだったりとか、あと例えばアクセントですね、アクセント、こういうアクセントの練習をしたとしたら、強い音と弱い音、弱い音は全部一定に叩けてるかなっていうのを視覚的に確認することができます。なかなかね、録音して耳で、あ、大丈夫かな、音一定に叩けてるかなって、
聞いて確認することはあると思うんですけど、なかなかね目で見て確認するっていう機会がないと思いますので、こちらね私も試してみてすごい勉強になりました。自分あ意外とそうですね、例えば左手がちょっと遅れ気味だなとか、左手でばっかり弱くなっちゃうなっていうこともちゃんと目で見て確認することができます。ありがとうございます。はい、あとはですね2つ目ありがとうございます。2つ目はこちらも EXA シリーズにしかないんですが、本体へのレコーディング機能がついておりまして、叩いてあレコーディングボタンを押して叩いて、でそのまま本体からねすぐ耳で聞いて確認することもできます。もちろんパソコンなどでロジックとかでねレコーディングすることもできるんですが、パソコン出すのちょっとめんどくさいなっていう方はそのまま本体にレコーディングすることができます。はい、そして最後ですね、最後になんとこちらオリジナルソングが20曲もついてあります。素晴らしい。しかもいろいろなジャンルの曲がね収録されておりますので、でドラムマイナス、もちろん、ね、ドラムマイナス1なのでいろんな曲に合わせて叩いて、遊ぶこともできます。では最後に1曲演奏して、今日はね配信を終わりにしたいと思います。もし EXS シリーズあちょっと気になるな叩いてみたいなって方はこちらの ATV 東京オフィスまでね、お越しいただければシダもねできちゃいますので、ぜひお待ちしております。それでは今日もありがとうございました。金子夏希でした。